こんにちは、バーン編集長広瀬和夫です。バーンジャパンの最新号表紙関東特集はデーモン閣下、僕がデーモン閣下のソロについて、そして、今年の世紀末についても語ってもらうインタビューをやっております。たっぷり載ってますんで、ぜひ読んでください。そして、その他にはですね、33年ぶりの、オリジナルアルバムを出したガスタンクのインタビューだったり、同じくというかニューアルバムを出したバンドのインタビューとしては人間椅子もあります。彼らの最新アルバムについての楽曲解説が載っています。その他、今回はですね、ピアロックジャパンという、イベントのリポート、そしてそこに出た摩天楼オペラ大村隆義マーデラスのインタビューも載っています。マーデラスはですね、急遽参加を取りやめになったアルディアスの代わりということで、アルディアスはボーカリストは脱退したので出れなかったということなので、そのアルディアスのインタビューも載っています。セックスマシンガンズのインタビューもねあります。さらに、全部言うともう果てしないのであれですけども、リアクションのね、ユキのインタビューは、リアクション、ね、80年代に活躍したメタルバンド、今再結成という形でやってますけども、オリジナルメンバーもうね、ユキ一人ということで、フェアウェルというラストアルバムを出しました。彼のインタビューも読んでください。そしてアンセムですね。アンセムは35周年のツアーが終わって、その総括と、そして今度はアンセム VS アンセム2001ね、柴田直人のロングインタビューと、そしてアンセム VS アンセム01のツアーに参加する全員のインタビューが載っています。といった盛りだくさんの内容のバーンジャパン、絶賛発売中です。よろしく。